アンガス・マクリーズは、アメリカのパーカッショニスト、作曲家、詩人、オカルティスト、書家である。ベルベット・アンダーグラウンドの最初のドラマーとして知られており、最初の有料公演を行うバンドとの意見の不一致によって、突然に脱退した。アンガス・ウィリアム・マクリーズは、1938年3月14日、コネチカット州ブリッジポートで、書籍賞の息子として生まれた。 パーカッショニストとしての正式なトレーニングを受けているにもかかわらず、その演奏スタイルは非常に得意なものであり、多くの人は彼が独学であると思っていた。マクリーズはジョン・ケール、トニー・コンラッド、マリアン・ザ・ジーラ、そして時にはテリー・ライリーと共にラ・モンテ・ヤングによるシアター・オブ・エターナル・ミュージックのメンバーとなった。彼はジョージ・ブレクトが編集した初期のフルクサス新聞。 ビッターに寄港し、マンハッタンの56ラドローストリートに住んでいた時に、フラットメイトだったジョン・ケールによって、グループに連れられて、ベルベット・アンダーグラウンドの初期メンバーを務めた。ルー・リードが、シラキュース大学で知り合った友人の、スターリング・モリソンを採用。ベルベット・アンダーグラウンドの最初のラインナップは、リード、ケール、モリソン、マクリーズとなった。マクリーズは、1965年に、 ベルベットアンダーグラウンドの最初のラインナップでボンゴとハンドドラムを演奏し、またタブラ、ツィンバロム、タンバリンも演奏した。バンドはこの時代に定期的にアンダーグラウンド映画のサウンドトラックを即興で制作したが、マクリーズが公式にレコーディングしたことはなく、彼らの歴史の中で影のある伝説的な人物とみなされることがよくある。この時期に記録されたデモはボックスセット、 ピールスローリーシーに含まれているが、マクリーズは、時間通りにやってくる必要性を感じていなかったため、そのいずれにおいても演奏していない。ケールは、マクリーズを、バンドが終了してから数時間、または数日後に、ギグに現れるような遅刻まで、アンガスカレンダーで生活していると説明している。1965年11月に、バンド初の有料公演が行われた際に、グループが、 商業主義的になったことを理由として、マクリーズは脱退した。彼は、モーリンタッカーと交代になり、それが、ベルベット・アンダーグラウンドのクラシック、ラインナップとなった。1966年にベルベット・アンダーグラウンドのリードシンガー兼ギタリストである、ルー・リードが肝炎で入院したことで、マクリーズは1966年6月21日から26日にかけて、 シカゴのプアー・リチャード・エースにて、エクスプローディング・プラスチック・イン・エビタブル公演における5日間で、復帰参加し、アンガスがタブラを演奏するように教え込んだ、ジェラルド・マランガと役割を分担した。ケールがリード・ボーカルとオルガンを引き継ぎ、ドラマーのモーリン・タッカーが、ベースに切り替え、マクリーズがドラムを叩いた。しかし、今では、 タッカーの独特なトライバルスタイルのドラムがグループの音楽に不可欠となっていた。1966年のエクスプローディングプラスチックインエビタブル公演中、マクリーズは30分遅れて現れ、セットが終わった後に30分に及ぶドラムを叩き続け、自身の到着の遅れを補った。この時までにベルベットアンダーグラウンドはある程度の知名度を見出しており、 マクリーズはグループに再び参加することを絶望したが、ボックスセットのメモによると、ベルベット・アンダーグラウンドの主要ソングライターであり、事実上のバンドリーダーである、ルー・リードが、その不安定な振る舞いを理由に、マクリーズがフルタイムでバンドに復帰することを強く禁じた。ベルベット・アンダーグラウンドを永久に脱退した後、マクリーズはカリフォルニア州バークレーに移り、 サンフランシスコのゴールデンゲートパークにおける結婚式でヘティマギーと結婚した。これは有名な LSD の第一人者であるティモシー・リアリーが主催した。そして息子のオシアン・ケナード・マクリーズは16世のカルマパーであるランジュン・リク・ペイ・ドルジェイによってチベットの聖人、またはトゥルクの生まれ変わりとして認められ、4歳にして仏教の僧侶となった。 マクリーズは最終的にネパールに定住する前にカナダ、フランス、ギリシャ、インドに移住した。アレースター・クローリーの生徒である彼はチベットの神秘主義を自身の音楽とブレンドし様々なドローン技術を通じてサウンドを作り始めた。マクリーズは体の健康を特に気にかけたことのないヘビードラッグユーザーであり、 1979年6月21日にカトマンズのシャンタバワン病院において低血糖症と肺結核により41歳で亡くなった。死因も栄養失調に起因している。彼はチベット仏教の伝統に基づき仮装された。マクリーズは1999年までほとんどリリースされることのなかった膨大な量の音楽をレコーディングしていた。 これらの録音は1960年代半ばから1970年代後半にかけて制作されており、トライバルトランスワークアウト、スポークンワード、シ、ブライオン愛心のようなテープカットアップ、そして妻のヘテイとの多くのコラボレーションによるミニマリストのドロームと電子音楽で構成されている。2008年、ヘテマクリーズは夫のテープコレクションを イエール大学のアメリカ文学コレクションに依存した。発掘されセレクトされた音源は、下記の通り。マクリーズはまた、その他いくつかのレコーディングで、トニー・コンラッド、ジョン・ケール、ラ・モンテ・ヤングラとコラボレーションを行った。彼は、ピエロ・ヘリツァーによるいくつかのアンダーグラウンド映画のサウンドトラックに取り組み、少なくとも2作品に出演している、ビーナス・イン・ファーズ・サティスファクション。 また、ジェリージョーフェンの短編映画、ボエッジのサウンドトラックにも取り組んだ。ピエロ・ヘリツァーとのデッドランゲージプレスの共同創設者として、マクリーズはビート詩人、グレゴリー・コーソの初期作品を含む影響力のある作家による作品の数々を出版した。イギリスの実験音楽グループであるコイルは、マクリーズを彼らのキャリアの後半における重要な影響力とみなした。 リードメンバーのジョン・バランスは、マクリーズを、光と闇の境界にいる天才であり、アイラ公園のような人々と並んで、大部分が不当に半ば無視されていると述べており、彼らのアルバムのタイトル、アストラル・ディザスターは、マクリーズのアーカイブリリースである、アストラル・コラプスへの意図的な賛辞である。2011年5月、ニューヨークシチェルジーにあるブー・フーレイ・ギャラリーによって、主要な回顧展。 ドリームウェポン、ザ・アートライフ・オブ・アンガス・マクリースが開催された。展示品は、写真、メモ、歌、100リールの音楽を含む、最近になって発見されたスーツケースの内容を、フィーチャーしている。ギャラリーの展示に加えて、チャイナタウンのブーフーレイの2つ目の場所において、サウンドインスタレーションとアンソロジーアーカイブによる映画上映があった。1965年、 マクリーズの作品、ライツ・オブ・ザ・ドリーム・ウェポンが、ジョナス・メカスによって発表され、ロバート・ラウシェンバーグとクレス・オルデンバーグのような、アーティストの作品をフィーチャーしたニューヨークでの、マルチメディア作品の後半なシリーズである、ニューシネマ・フェスティバルに含まれた。メカスは、マクリーズに感銘を受け、ビレッジボイス紙に次のように書いている。ニューシネマ・フェスティバルの最初の3つのプログラム、アンガス・マクリス、 原文ママ、ナムジュン・バイク、ジェリー・ジョフェン、原文ママの業績は映画と呼ばれるこの芸術の橋をフロンティアランドの謎に溶かしました。マクリーズのエントリーは数年後のインタビューでそれを称賛した劇作家のリチャード・フォアマンにも永続的な印象を与えた。スター・リング・モリソンによるとアンディ・ウォーホルのマルチメディアショーは儀式のハプニングと呼ばれるマクリーズとヘリツーによる 同様の作品に基づいていた。ありがとうございます。